皆さんね。またライブ配信の方よろしくお願いします。おやすみなさーい。いつもお世話になってます。立花です。今回は私の夜更かし、ナイトルーティンをご紹介いたします。<laughs> ライブ配信終了後、家族と戯れていきます。よ今から歯磨き。<laughs> そして歯磨きを終わらせた後にベッドに飛び込みます。<laughs> 最近いいネタが思いつかないんだよなあ。どうしよう。そうだ。 最 YouTube のネタがつきてきた立花さんとあるアプリを使ってネタ集めをするようですそれが安心して使えるクリーンな通話アプリコネクティングとりあえずこのアプリを使ってネタ探ししてみるか初対面の人と話すのは緊張しますねということで早速アプリを使って通話をしていきたいと思いますもしもしこんばんはこんばんは普段は YouTube で活動してて、うん、で今回ちょっと YouTube のネタを 一緒に考えたいなと思うんですけどいかがでしょういいです <laughs> 一番最初に繋がったのは男性の方だったんですけど同性とも異性とも通話できて夜寝る前などの暇つぶしに持ってこいですその後も楽しくお兄さんとネタ探しをすることができましたもうすごいお兄さん優しい方ですねいやいや全然 <laughs> ここっていい人しかいないんですねですね自分も本当話してて楽しくやらせてもらってるんで じゃあ、ありがとうございました一人目で緊張してたんですけど、楽しく話せましたこんばんはあこんばんは次につながったのは女性の方だったんですけど、やっぱり異性の方とお話しするのって緊張しちゃいますよねそんな時に使える便利な機能がこのアプリにはついてますゲームの似顔絵をやろうと思うんですけど、どうでしょうやりましょう、やりましょうお互いに写真を一枚選択して、相手には見えない状態で自分の写真を説明して、 想像で似顔絵を描いてもらうというゲームになってますそれで私はショートカットで顎ぐらいまでの髪の毛があります、はい、ショートカットで顎ぐらいまでの髪の毛があるとはい髪型はショートカットですよとか目は大きいですよっていうのを相手に説明してもらって自分で想像して描いていくんですねあ、結構似せることできたと思います <laughs> で、毛が結構モサモサしてて右耳垂れてますね 足りている。私、隣のワンちゃんの説明してました。この機能を使えば、初対面の方とでも盛り上がることができますね。うちのワンちゃんの企画、ちょっと考えてみようと思います。<laughs> お願いします。あ、じゃ、あ今日はありがとうございました。初対面の方なのに、楽しく話せました。こんばんは。こんばんは。 次につながったのも女性の方だったんですけどこの方からは動画のたくさんの意見を聞くことができました物系動 DIY とか自分で作れないものを作ってもらいたいと簡単に言うとコロちゃんの家ととかを作ったりとかはああいいですねもしかしたら入ってくれないっていう可能性もあるかもしれないんですけどお <laughs> もちゃんも手作りいいですね ヘッドフード食べ比べ比とかかいいですかねそうなるとおやつもおやつもいいですね <laughs> これを参考に YouTube 頑張っていきたいと思います <laughs> 貴重なネタをゲットすることができましたねどうもよろしくお願いします最後につながったのも女性の方だったんですけどこの方とはしりとり縛りをしてネタを探したいと思います私今から全部発言にしりとりで返しますね セレばリいね自分が小食なんでこう人がたくさん食べてるの見るの楽しいですすきやとか行かれます <laughs> <laughs> 好きなお花とかありますかカーネーションですね <laughs> カーネーション母の日とかにあげましたかカーネーション母の日にあげましたスーツ着てえ、すごいめっちゃ親孝行ですね猫の日も猫のコスプレしたりして <laughs> 今度見ますねそのカーネーションあげるのとか猫、ね、の。載ってるんで YouTube に <laughs> めっちゃうまい返し方た, <laughs> たくさん動画上がってるんでぜひねありがとうございましたおやすみなさい初めてで緊張したけど本当にみんな優しい人たちでよかったです簡単にアプリの紹介をしたいと思います まずは年齢、性別を選択します。1回7分のツアーは毎日配られる無料通話券で利用できるからより早く気の合う友達を見つけることができるんですよね。もっと仲良くなりたいって思ったらトークルームを開設して24時間チャット無制限、1日1回無料通話が可能ってことは、無課金でもいっぱい楽しめるってこと 24時間365日通報機能があるから安心して使用できますね。変なこと言ったらすぐアカウント停止になっちゃいますね。つまりは、クリーンなアプリってことその他にもランク通話機能っていうのがあってランクモードをオンにして4回以上通話をすると相手からの評価で自分の会話ランクがわかるシステムがあるんですよ。 自分の会話スキルを相手に評価してもらえるんですねつまりコロちゃんのおもちゃとか自分で作ってみよっかなコロちゃんね通相手からもらった案を参考に後日コロちゃんのおやつの食べ比べをしてみました果たしてコロちゃんは安いおやつと高いおやつどちらを食べるのでしょうかまずはコロ選手匂いから確かめていきますソムリエですねさあどちらを食べるのでしょうか高いおやつ食べたー コロちゃんはしっかりと高級おやつを見分けることができました実は人見知りの私ですが楽しく話せてホッとしました優しい方ばかりなので私のような口下手でも楽しめます YouTube のネタを考えてたらつい夜更かししちゃった皆さんも是非ダウンロードしてみてくださいはいということで最後までご視聴いただきありがとうございました今回は夜更かしナイトルーティンプラスおすすめのアプリをご紹介しましたお父さんは夜更かしする時はどんなことをしてますかんんお父さん うんお父さんねあんまりね夜更かしないんだよねどっちかというと朝